はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回はですね、姫路城を取ったんですけど、まあ、このままね、時間をかけて山名を潰していくというのも、まあ、一つの手ではあるんですけど、時間がかかりすぎるというのもあるので、今回はですね、まあ、周りの周辺国と連携をしながら山名を一気にね、すり減らせていくっていうところをやっていこうかなと思っています。今浪人がどっかにいるって言ってたね。あーでもな、5着にもいるけどどうなんだろうね。まあ確かに武将の数は欲しいといえば欲しいんだけど、武将の数よりも今はね、どっちかっていうと一気に敵を殲滅するだけの力が欲しいんだよな。というわけで、まず表情を開いて同盟の申し入れ等々をしていきましょう。といっても1回で同盟がね行くとはか、ああそうか、そもそもこれを見る限り大前提となる親善が足りてないねっていう雰囲気になってますね。であればまず久秀を朝倉に、でさらに長秀を大友に、お、信雄が元服したね。信雄の元服、さらに信孝も元服か。これどこに入ってるかちょっと確認する必要があるな。信孝、信雄で、あとは武田といよいよね、もう一回関係の修復ができる状態になっているんじゃないかなと思うので、同盟結んでるよね、そもそもね。今ちらっと見ましたけど、となるとあと上杉だな。上杉がどうなってる。上杉とは言うことが50まで下がってるな。上杉とも絶対に回戦したくないんで、親善できるかどうか、できるならもう1万ぐらい金を突っ込んで一気に親善しちゃおう。で、信雄がどこにいるかわからないけど、きっと信長のところにいるよね。いるね、信雄。この2人が新たに入ってくれたのか、まあちょっと2人とも戦闘力的にどうかっていうのはあるけど、陛下を変えていこう、まず。鉄砲隊に変えよう。次、鉄砲隊に変えましょう。今はね、ちょっとお金がなくて変えられないので。まあ、本願寺と武田がね、ぶつかってくれてる分には一向に構わないので。今武田と、そういうこと、上杉は戦闘状態にあるんだな。となるとだ、ちょっと心配になってくるのが上杉だな。上杉の備えが十分じゃないよな。上杉が万々が一ね、戦争を仕掛けてきたらかなりピンチになるなっていうのはあるな。あとは大和の筒井順慶がどうかっていう話でね、これもね、足利が併合してるけど、足利将軍家ももう邪魔くさいだけなんだよな。今ならよくわかりますね、気持ちが。信長の民中が低すぎるね。民中を上げるような施策もしていかなきゃいけないけど、ちょっと待ってね、その前に先に陛下を変えよう。戦闘力がまだ高い信雄の方を、陛下を鉄砲隊に変えます。で、信孝もどうするかってところだな。で、お金がなくなったので、次のお金のターンで民衆が上がるような施策を、そうだな、姫路城でやっておきましょうか。姫路城で民衆が上がるような建造物を作っておくのがいいかな、今後のことも考えると。で、ちょっと待ってね。黒井城に対して山名の軍勢が来るね。この数が1万。
これは庭長秀が入ってるけど、庭長秀がもう氏里、どうだ、これ迎え撃てるかな。まあ、なんとか迎え撃つしかないね。蒲生氏里が鉄砲隊なんで、なんとかここは庭長秀の軍勢だけで勝負してほしいけど、敵に鉄砲隊がいるかどうかと、あとは味方がどれくらい展開してくれるかだな。それにしてもあれだね、山名も一歩も引かない体勢ですね。なんかね、おじけついてこう引きこもりに入ってもおかしくないかなっていう気がするんですけど、そんなことはない。ガン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 来るね。さて、これで敵の布陣をちょっと確認するとだ、まず騎馬隊がいて鉄砲隊がいてっていう布陣だな。決して嬉しい布陣じゃないね、これを見ると。となるとだ、少なくても敵の鉄砲隊の前には足の速い侍部隊を入れて、それこそ一気にね、敵の鉄砲隊を壊滅に追い込む必要があるな。そのためには十分に引きつけなきゃいけないんで、その動きをしなきゃいけないかな。まずは切り込みを使って一気に敵の鉄砲隊一体をまずは潰しましょう。これでちょっと融通が効かなくなったな。松永久人をまずは避けよう。結構激戦になるな。ここは槍ブスマを使って食い止める。そしたら松永久秀を一旦下げよう。でさらにどうだ、侍隊も一旦下げた方がいいかな。こうなってくるとね、コブはまだ使えないね。10秒かかります。三段打ちを使って敵の騎馬隊を一旦はゼロベースに持ってきたいけど、ここまではほぼほぼ一進一退だな。さてどうするかな。ちょっとここは本当に一進一退なんで、ちょっと予断が許さない状態になってますけど、指揮的にやばいやつはでもいないからな今のところ。ここで三段打ち、ここでの三段打ちはきついわ。切り込み使って一気に距離を詰めよう。こういう時に鉄砲隊がいないのがきついよな。あるいは騎馬隊、
ここはコブを使って一気に戦局を有利に進めたいところなんで、軍を前へ前へと押し出していきましょう。よし、撤退に追い込んだ。結構ギリな戦いでしたけどね。まあここは本当に丹羽長秀の軍団だけで黒井城を守ってくれたっていうのは大きいですね。信長の軍勢を動かさずに済みましたからね。まあ、とはいえだいぶすり減ってるので、ここは徴兵をしてしっかり兵の回復に努めます。でそうなってくると、だ今度は信長の方の軍勢が動かせるようになるんで、これを使っていきましょう。信孝を残して全軍出撃します。武田城に兵を進めましょう。で、そうこうしてるうちに金が入ってくるんで、いや長宗我部がさ、狙ってるっていう意味が分かんないんだけど、どうしてそういう動きすんの。ここはじゃあ信孝にちょっと長宗我部の様子を探らせる。だって狙うって言ってもさ、有効度94でしょ。これで狙っていますとかって言われてもちょっと困っちゃうんだけどな。同盟結ぼう。これで黒井城で、いや武田城だな、戦闘になりますね。開戦して一気に、地位を消しましょう。今回鉄砲隊が3部隊いるので、鉄砲隊を中心にした戦いをしたいんですが、敵の布陣がちょっとわからないっていうのかな、ネックだよな。敵がね、どういう布陣をしているかによっては味方の構えも多少変わってくるんで、そういう意味で言うと忍者を入れておくっていうのはかなり有効かもしれないですね。下に騎馬隊がいるんだな。そうなると全てを、ちょっと待ってくださいね、動かしていきましょう。右翼は耐えて左翼で殲滅して、左翼から部隊を振り向けるっていうイメージですね。さあ信長の鉄砲隊の射程に敵の騎馬隊が入ってきたんで、これはもう正射して一気に終わらせましょう。
なあ、ここでまさか突撃を受けてるとは思わなかったな。ここは刑事で救援させます。鉄砲隊はもう常にね、正射の体勢に入っておこう。官兵衛が鉄砲隊なんだな。これがちょっと邪魔くさいといえば邪魔くさいか。かといってこの鉄砲隊を防ぐ手立てもないしな。滝川一益の部隊をちょっとじゃあ官兵衛にぶつけに行きますか。よし、ここでコブを使って三段打ちも使ってガンガン敵の数をこの木に減らしておきましょう。これでまた武田城の包囲が少し進むかな。ここでも敵軍団と回転、ここはもう自動にしちゃいましょう。で一旦兵を引こう。いや、もうちょっと粘れるかな。まあ桜吉影はダメか。そうするとちょっと待ってね、敵がここで多少入ってくる感じだ。ここも粉砕できるね。でさすがに兵が減りすぎるんで、これで一旦戻していきましょうか。だいぶ兵がすり減りましたからね。一旦姫路に引いてここで体勢を立て直しましょう。で、並行してというわけではないんですが、同盟を朝倉に持ちかけていきます。引き続き氏郷がうまく最近疲れてるんだよ。忍者屋敷って前1個建てましたよね、どっかに。なんか今のイベントで効果があったんですかね。士気が回復したとかないね。特にはない。で朝倉義景との同盟は失敗したか。どうにもならないな。そうなるとだ、打てる手立てとすれば北畠に出兵を依頼するくらいかな。北畠に出兵依頼する。近くに誰かいるかというと前田源義が岐阜にいるので、ここからじゃあ出兵依頼を行っていきましょう。聞かないのはなんで。出兵する城か。まず城を選択だな先に。山田の武田で場所はどうする。いろんなところから出兵依頼するってのが一番いいよな。北畠にもまず依頼をしておいて、とにかく金が物を言うゲームですからね。さらにそうするとどうせ今兵の回復中だよね。信盛も出兵依頼にしよう。
足利将軍家。さらに朝倉はどう？そもそも武将の数はそれなりにいるから、浅井にも出兵依頼をしよう。もう一気にね、この出兵依頼出兵依頼で敵を削っていくっていうのが多分一番効率がいいんじゃないかなっていう気もするんですよね。小谷から兵を出してもらう。いや、武田城を落とすの結構苦戦しますよね。内政はもう完全に移民しちゃってるものの、姫路城では建設をして勝手に上がるもの、民衆が勝手に上がるものが一番いいんだよな。もしくは治安。そうなるとこれ見ると、奉行所は治安が上がると。で、他民衆が上がるのは、民衆はこっちの方が上がるのか、寺と奉行所をセットで作っていくっていうのがいいのかな。民衆治安、民衆も低いし治安も低いしっていう、なんともだよな。じゃあまずは奉行所を作って治安を上げておく。でこのあと民衆も上げましょう。で、どうせしばらく動けないんで、信長の軍勢はね、さっきだいぶすり減ってるんで、せっかくお金があるうちに、どうしようかな。こういう時は秀吉に頼もう。秀吉にどこで作るかだな。五着か三木城か。三木城にしよう。三木城で、さっき奉行所作ってるんで、今度はここに寺を作っておきましょう。これで周辺に民衆と、治安がね、ちょっとずつ回復してくれればいいかなってところですね。さあ、あとは出兵依頼をうまく組んでくれるかどうかだな、周辺国がね。山名家を敵に回すつもりはないということは、織田を敵に回すつもりか、義明。ちょっとその辺うまくやってほしかったけどな。よし、北畠は出兵ね。本当にね、もう足利将軍家改善しちゃいたいよね。山名家を敵に回すつもりはない、まあそう言うよな。そんな予感はしてたけど、岩永秀の忠誠がちょっと下がってるんで、褒美を与えておきましょう。で、続けて出兵依頼というかしておく。表情で、出兵依頼ですね。信長自ら金がないと。そうだよね、徴兵でだいぶ金を使いましたよね今ね。しょうがない。出た。ここは黒井城に出兵か。黒井城の軍勢の数は、黒井城に帰還中の庭長秀が間に合わないな。となると劣勢で戦わなきゃいけないってこと。生駒も間に合わないね。しょうがない、ここは劣勢の中戦うしかないな。多分間に合わないですよね。まあここも我慢氏里頼みの戦略にはなりますね。氏里の鉄砲隊でうまく敵を防ぐという感じかな。で、やっぱりね、侍部隊をうまく使うしかないんで、騎馬隊がいない以上は。ちょっとこっちにも騎馬隊を配属させるしかないかな。ちょっと騎馬隊が不足しすぎてて、こうなんていうのかな、傭兵の可用性というか巧み性というか、そういったものが全くないですよね。敵には鉄砲隊はいないね。鉄砲隊がいないのが幸いだな。さらに騎馬隊が後ろに控えてるっていう謎の陣形だ。これならやれるぞ。
宇治里の前はちょっと開けておいて、まあ後ろも開けておいてって感じかな。さて、そろそろ射程の中に入ってくるはずだ。暇じゃのうとかって言ってる場合じゃないんだけどね。さあ、内里の射程に入ってきたんで、これは正射をしつつだ。ちょっと内里を1個下げて、カクカクそれなりに戦ってはくれてるね。そしたらこのまま一気に敵を追い込んでいきたいところなんで、そうするとだ、ちょっと減っている部隊もいるんで、どうする？しかも、三段打ちもできないとなると、ここは一旦コブを入れて、置きましょう。で、一気に敵を押し込む。ここは押せ押せですね。ちょっとでも減らしておきたいからな。4000ぐらいまでは削り取りましたか、今の動きで。荒木村重投与しよう。荒木村重投与できたのは大きいな。で、荒木村重は陛下を変えちゃおう。鉄砲部隊にするお金がないね。村重はこの次のターンで鉄砲隊に変えます。で、鈴木が何、もしかして武田城を攻めてくれてる。で、奉行所ができましたって、これ誰なんだこの女は。
そうするとお金がもうちょっと入ってくるんで、お金が入ってきたらね、忘れないうちに、徴兵と村重の陛下の変更はやっておきましょう。これで陛下を、村重ですね、荒木村重の陛下を鉄砲隊に変えます。あと徴兵もしっかり入れておきましょう。で、信長の方はどうなってる？鈴木の軍勢が6000、これが武田城に向かってくれてるね。これもありがたいわ。で、信長の方の軍勢ももうちょっとで徴兵が完了するかな。徴兵が完了したら士気は回復してるので、鈴木と入れ替わりで黒い城を攻めましょう。で、長宗我部が険悪になってる意味が分かんないけど、長宗我部に対しては神前を入れておこう。今長宗我部と先端を開く余裕はないんで、ちょっとお金がないんで次のターンになっちゃうな。信孝を残して兵を黒井城へ進めましょう。武田城ですね、ごめんなさい。ここはね、本当にあれですね、上杉と武田が拮抗してくれてる方がありがたいな。池田城に兵を出してくれて、池田城、いや池田城には兵は出せないわ、ごめん、申し訳ない。今池田城で、どうする、改善するしかないか。まあ、ただここは味方の方が精鋭部隊にはなってるんで、なんとかね、勝機はあるんじゃないかなとは思ってます。そうか、信勝を連れてこれなかったんだな、今の動きを見る限り。入ってないもんね、信勝が。信勝が入ってると鉄砲隊が3部隊で構成できるんで、ちょっともうちょっとかな、楽な戦いができるかなと思ったんですが、まあ今更だな。ちょっとやっぱり兵の数自体が少ないね、どこ見ても。まあ騎馬隊をうまく活用する感じかな。騎馬隊は思いのほか回復が早そうなんで。で、鉄砲隊がいるかどうかで言うと、鉄砲隊はいないね。鉄砲隊がいないんであれば十分に勝機はあるな。
刑事も牙突撃で、もう両脇からね牙を突撃させていきましょう。よし、ここで敵が撤退するのに合わせて背後に回り込んでるパツエの部隊で一気に敵をすり減らそう。ただ竹田城それでもまだまだ硬いんでね、どうするかってところだよな。織田家と上杉が海戦争になっちゃうんだよね。となるとだ、ちょっと大規模な武将の移動しないとダメだな。対上杉の最前線になるここ松倉城に人をジャカジャカ移動させていくしかないよね。他に手はないので、で姫路からも信勝を移動させよう。もうこれ上杉と最前線を共有することになっちゃうんで、で長松の方はダメ元で、お金がないか、金があればね、これを機に上杉と一旦和睦っていうのも考えたんですが、何も考えずにねやっちゃったからな。ここはもう自動でいいでしょう。で信長の方はというと、あと任せて一度兵をもっと引きましょう。姫路まで兵を撤兵します。いや上杉と戦うつもりなんて本当にさらさらなかったんだけどな。上杉を怒らせてしまったっていうのは避けたいんだけど、金が入ってきたら上杉と速攻で和睦しましょう。信玄が死んだ。そしたら表情を開いて即時停戦、停戦停戦。5000円持って停戦させてもらいたい。信玄が死んだんですよ。信玄が死んだね。で、武田城はもう一押しだけど落とせなかったか。しょうがないな、こればっかりは。
五着が方位誰？マゴベーか。が一気に落とされたか。無駄なことするよね。ここちょっと民衆上げとかないとひどい目に遭う上にここで戦闘か。どうする？籠城してる間に味方の救援を待つしかないな。出兵依頼をするしかないね。いや出兵の依頼もできないか。ちょっと待ってくれ、マジでやばいな。松倉城を失いたくないんで、なんとかするしかないな。どうする？金もないしね、停戦もできない。いやーこれはまた戦線を交代させることになるな。飛騨松倉どうする？まあすぐに兵がいなくなるってことはないんで、そうすると松倉城の救援に充てよう。それしか道はない。で、まずは全軍選択で信孝を残して姫路に移動。で、黒井城が危なくなるんで、やっぱりどうしてもここだな。黒井城が危なくなるんで、人が足りないな。半兵衛の軍勢を黒井城に入れよう。もう五着は三木城か。三木城はある程度人が入りきったと言っていいので、民衆も上がってますしね。問題はここだ。山名家の武田城、ここを一刻も早く落としたい。敵軍団と遭遇、ここは開戦するしかないのか。変なタイミングで増援しちゃったな。鉄砲隊とかいればね、まだなんとかって感じもするんだけど、そういう部隊もいないからな。さあどういう戦い方が一番いいかだな。本陣も前線扱いで戦うしかないからね。いや本当にタイムリープしたいわ。上杉とこのまま戦って勝てる気がしないからな。まあ本陣も1000の部隊と考えて、3000対4000っていう考え方でなんとか敵を倒すしかないね。
しょうがないな。ここは虎のこのコブを使うしかないね。まずいな。一部隊撤退、厳しいね。これ硬いな。辛抱か。いやー、ここは松倉城放棄するのか。いや、そんなことはしたくないけど。おお、ただここで引いてくれたか。いや、めっちゃありがたい。なんでこんなことが起きたのか意味がわからないけど、負け戦が一点勝ち戦に変わったな。助かりましたね。で、この間に庭長秀の救援が間に合ってくれれば、一旦ここを最前線に守るっていう構えを敷いていきましょう。いや、興奮しちゃってだいぶ時間が長くなってきちゃいましたから、一旦ここで終わりにして、庭長秀がまだまだ時間かかりそうだなっていうところと、あと武田城ですね、一刻も早く取りましょう。武田城は抑えることができれば、武田城さえ抑えることができればだいぶね戦局有利に運べますからね。武田城を抑えれば、武田城だけを防衛に当てればいいですからね。ここに信長の軍勢を入れておけばだいぶ融通が効くようになります。なんで、まあそれをやりつつ、あとはちょっと不穏な動きをしている長宗我部、まあ、同盟関係にはあるんで、ここはお金を使ってきっちり親善を深めていきましょう。はい、というわけでちょっと時間がなくなりましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回この続きはね、またしっかりプレイしていきたいと思いますので、ちょっとね、この今のやり方だと時間がかかりすぎてしまうんで、僕の実況だと第50話とかっていうのがたまにあるんですけど、これもそのパターンになりそうな気がするんで、なんかね、もうちょっとこうやれば効率よくできちゃいますよみたいなのがあれば、ちょっとねアドバイスとかいただければ嬉しいなというふうに思います。では引き続きよろしくお願いします。というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。